阪神難波線電報駅に到着しました。2面2線の対面式高架式のホームですね。阪神電車阪神難波線の電報駅に来ております。この電報駅、今でもまあ高架の駅になっているんですけど、計画ではですね、国道43号線側に新たな土地を、こちらからですね取得してですね、こちらにもう一段高いですね高架を設置するというふうな計画になっているようですね。ここまあ用地なんでしょうね。建設用地、管理用地。ああ、管理用地。阪神電気鉄道株式会社になってますね。の管理用地。まあ、こうやって用地を。うわ、でもマンションとかもあるもんな。すごいな。で、こちらは、電報幼稚園ですね。電報幼稚園があると。かなり用地買収、これ大変でしょうね。こちら43号線側、こちらが43号線ですね、国道43号線側。こちらに用地を買収してですね、新たに、一段高い高架の鉄道をですね、作るような計画になっているようです。こちらですね、電報駅から千鳥橋の駅の方に、線路沿いを歩いております。自転車置き場ですね、が広がっております。なかなか渋いですね。まあ、高架にはなっているんですけど、高架自体の高さはそんなにないですね。低い感じの高架ですね。でこちらに、これは鉄道とは違うのかな？なんかビル建設工事かな？の、建設工事現場がありますね。なかなかな場所ですね。これはまだまだかかるでしょうね。まあこれからおそらく10年ぐらいかけてやっていくようなそんな計画なんでしょうね。電報幼稚園の建設工事現場ですね。おそらく今の電報幼稚園がですね、電報駅の高架工事に伴って建物がその拡幅工事にかかるんで立ち退きになるんでしょうね。で先にもう電報幼稚園の、幼稚園の建物を先に建設しているようですね。設計昭和建設、幼稚園すごいな。電報幼稚園の建設工事現場だね。電報4丁目ですねの交差点、国道43号線の交差点になります。でこちらがですね、阪神電車の大阪難波線の電報駅方面になります。淀川の方に向かって歩いていきます。電報の駅から少し天ヶ崎寄りの踏切に来ております。こちらが電報の駅ですね。で横にはそうですね、この
横にですね、国道43号線側に、新しい一段と高い高架が作られるようで、一部ですね、用地の確保がもうすでに進んでいるようですね。あそこに6階建てぐらいのマンションがありますね。あれがちょっと大変ですね。立ち退きとかが、まあ、かなりの、金銭的な負担もあるでしょうね。すごいですね。ここでちょっと高めの高架でこうつながっていくと、今のですね、線路がこう走っています。ちょっとこのすごい、国道43号線側ですね、海側のところに新たにですね橋脚が作られています。橋脚も、かなり一つ一つが大きくてですね、高さもありですね。で、まあ、より健康な橋脚が作られているようですね。橋脚の数もですね、今よりもかなり数を減らしてですね、川洪水時の、橋脚への負担を少なくするような配慮が図られているということですね。でこちらの高架がですね、橋が国道43号線沿いですね。もうこの橋脚、新しいですね、鉄橋を作る工事は、着々と今進んでいるようですね。まあ、高架が完成すればここの踏切も、撤去されると思います。国道43号線の、橋からですね、阪神電車の阪神難波線の、橋梁ですね、橋の架け替え工事を撮影しております。向こう側に見えるのが現在の阪神難波線の、鉄橋ですね。でこちら側に新たな鉄橋が建設されております。こっちこんな感じですね。これが国道43号線で、こちらが阪神高速ですねになります。結構今のですね、阪神難波線の鉄橋の高さですね、水面下高さが結構低くてですね、まあ洪水、増水時ですね、なかなか厳しい状態ということで、今度のですね新たな、橋ですねは今よりも高さが5、6、7メーターぐらいですね、高くなるようですね。そうすれば、まあ、増水時でも、まあ橋への負担が、まあ、少なくて済むような洪水対策になるということですね。大きいクレーンですね。ここ1台と向こうに1台と、もう1台、もう2台ありますね。全部で4台ですね。導入されているようですね。こうやって撮影しているとですね、川面になんか吸い込まれるような感じがして非常に怖いですね。ちょっと離れたところから撮影せんと、あまりにこう橋の隅に寄ったら
怖いです。淀川をだいぶ渡りきりました。もう少しで、福駅の方ですね。こっちは西淀川区になると思います。この花区は西淀川区に移ります。うわ、橋が揺れてる、怖い。すごいな、まさに今作ってますね、橋脚を。こう肩を入れて、ほんで多分水をポンプで吸い上げてるんでしょうね。で空洞を作って、そこからまあ橋脚の基礎工事なんかをしていくんでしょうね。すごいな。ここで生コンのミキサー車も待機してますね。これタイミングを見ても生コンをミキサー車投入するんでしょうね。もうこの繰り返しでしょうね。すごいな。あれはだから生コンを投入してるのかもしれませんね。